悪魔羊と黒い猫を続きからやっていきたいと思います。今回で、とりあえず一旦メインストーリーは終わりになるのかな。ということでまずは最初に第10話覚悟と決意見ていきましょう。新しく羊になった花丸夕飯テリー、一体どんな決意を俺に見せてくれるのか聞かせていただきましょう。主様厳しいよ。もう中途半端な決意だったらすぐクビにしちゃうからね。とんでもないブラック羊、間違えた、ブラックアウチですね。覚悟と決意。さてそれでは皆さん、ここにいる3名が本日から正式に仲間に加わることになりました。羊の仕事はこれから覚えていただきますので、はい、皆さんもフォローよろしくお願いしますね。わかりました。ああ。待っていたぞ、夕飯。バスティンと夕飯は仲良くなりそうだよな。あ、てかロノもか。まさか夕飯が悪魔羊になるなんてな。はい。共に市長な、歩んだ仲間同士な。バスティンさん、ロノさん、これからよろしくお願いします。よし。とりあえず後で模擬戦やろうぜ。ほんと戦闘機を、ね、どっちが強いか勝負だ夕飯。ええ、その勝負喜んでお受けいたします。ふむ。テリー、まさかもう直に鍛えてもらえる感じ。 はい。ああ、これから俺たちは仲間だ、よろしく頼むな。あ、違った、師匠になってやるとかじゃなかった。はいはい、よろしくお願いします。やばい、憧れのハウレスさんに仲間って言ってもらえた。うん、大好きか、お前ハウレスのこと。俺これから頑張ります。ああ、テリーは元気が良くていいな。なんか新しい後輩キャラ来たよな。アモンが後輩キャラのイメージだったけど。それで急なお願いなんですけど、ハウレスさん、もしよろしければ俺と模擬戦をしていただけないでしょうか。もう戦闘機ばっかりだな本当に。もう一度全力のハウレスさんと戦ってみたくて。そうだな、まあ、悪魔の力あるからな、結構やり合えそう。もちろんだ、いつでも受けて立とう。よかったなハウレス、懐いてくれる後輩ができて。あ、そっか、ボスキにはアーモンがいたからな。なるほどなるほど。ハウレスさんの次はボスキさんとも模擬戦をお願いしてもいいですか。めっちゃ戦いたがるやん。うん、それからそれから次にバスティンさんとも戦って。やばいやつ来た。でも夕飯よりやばいやつ来たわ。すんごい戦闘強だったテリー。こんなに強い剣士の皆さんと鍛錬ができるなんて、ラッキー。俺ってめっちゃラッキー。ポジティブ思考がスキル。俺はまだやるとは一言も言ってねえんだが。懐いてくれる後輩が増えてよかったっすねボスキさん。ったくめんどくせえ。なんだか賑やかになるね。だな。ねえねえ。おう、ラムにも。ねえねえ、マルッチ。たく。ああ、その呼び方変えてくれって何度も言ってんだろ、ラムリー。別にいいじゃん、呼びやすいし。うんうん。それよりさ、久しぶりに今夜、一勝負しようよ。こっちも？へえ。いいなあ、その勝負。乗った。ラムリー。またやるんですか？はあ。負け続けているというのに、あなたも懲りませんね。そうなの？負け続けてるの？何の勝負？本当に。ギャンブルですよ、ギャンブル。まさかの。はい。トランプを使ったゲームで、互いに何かをかけて勝負するんです。これまでの勝敗は、ラムリの全敗。花丸さんには一度も勝てたことがありません。そうなんだ、どんまいじゃん。ラムリは顔に出やすいタイプだからな。今日こそは絶対に勝つから。なんだか今夜は楽しい夜になりそうだね。あ、そうだ、そうだ。なんだ、今日は仲間が増えた記念すべき日だし、パーティーか。わ、出た、ワイン好き。年代物のワインを開けちゃおうかな。それなら。では私もお付き合いいたします。私はもちろん、私はノンアルコールですが、お酒飲まないか、うん、今日くらい飲んじゃってもいいんじゃない。うん、それは、飲むだろう。私が酔った後、お任せしてもよろしいのでしたら。酒癖悪い感じ、うん、力持ちの花丸くんもいるし大丈夫だよ。花丸とか酔わなそうだよな。ね、花丸くん。おいおい、なんか知らぬ間に変なことに巻き込まれてないか。たく、面倒ごとはごめんだぞ。皆さんなんだか仲間が増えて嬉しそうですね。そうだね。うるうる、早くあれを渡さなくていいのですか。なんだなんだ。分かってるよ。今話しかけるタイミングを探ってたの。なんかフルーレ久々だな。もうシュヤのホーム画面には常にいるからん？あれだけど、もしかして
緊張してるんですか？新しい羊服か？フルーレの人見知りは相変わらずですね。うるさいな、しょうがないでしょ。仕方ありませんね。そうですね。ここは兄である私が一緒に話しかけてあげましょう。優しい。いいよ、そんなことしなくて。それに、俺はこれまでの俺とは違うんだから。どうしたどうした急に。ちゃんと一人で話しかけられるよ。宮地先生。聞きましたか、宮地先生。はい。今フルーレが一人で話しかけるって言っていましたよ。あ、人見知りを克服しようと頑張っているんだね。自分を変えようと努力できる人はすごいよ。ありがとうございます。では、いってらっしゃい。何この子供を送り出す気分。あの、顔真っ赤、うん、はい。そのこれ3人の演技服を用意してあるので。ああ、やっぱちゃんとあるんだな、衣装が。だよな、花丸さすがにチャラすぎるもんな。後でそれを通してみてください。私たちの演技服ですか？あ、すごい、これ作ったんですか？俺は衣装係なので、皆さんのイメージに合った衣装を俺なりに考えてみました。もし気になるところがあればいつでも言ってください。フルーレさん、わざわざありがとうございます。見ただけですごく素敵な衣装だってわかります。早く着てみたいな。気に入ってもらえるといいんですが。へえ、これが俺の塩ビ服ね。花丸さん、どうした？なんだよ、そんな怖い顔して。あの、一応言っておきますけど、服に和菓子の食べかすを落とさないでくださいね。そんなわんぱくキャラなの、花丸。もし落としたらすぐに脱いで持ってきてください。いいですね。めんどくさがって放置したら許しませんから。やれやれ、変わったな昔。はいはい、わかったわかった。フルーレさん、花丸さんと話すときは別人みたいですね。まあ昔からの仲らしいしな。彼は慣れていない相手と話すときは緊張してしまうんだ。コミュ障や。なるほど、そうなのですね。あの、それでは皆さん、顔合わせは以上にしましょう。このままずっと玄関で立ち話というわけにもいきませんから。うん、そうだね。では最後に、花丸さん、テリーさん、ユーハンさん、主様に一言ご挨拶をしていただいて、この顔合わせを終わりにしたいと思います。はい、わかりました。じゃあ俺から。俺は改めて、俺の名前は川上花丸だ。知っての通り、羊らしい振る舞いはできないかもしれないけど。そうだな。俺にとってあんたは最初で最後の主様だ。主様、俺が死ぬまで守ってみせる。よろしくな。これ覚悟感じるね、花丸の守るっていう言葉に対して。よろしく花丸。はい、テリー・ブラウンです。俺は、俺が悪魔羊になったのは天使に復讐するためです。大切な人たちを奪った天使を俺は絶対に許さない。主様、俺に戦う力をください。これからよろしくお願いします。真面目だな。お願いします、テリーさん。てか、吹雪が何を企んでるかまだ夕飯から聞けてなくね。さんはやめてください。あの、俺のことはどうかテリーとお呼びください。オーケーテリー。じゃあテリー。はい、主様。はい、最後は私ですね。私は東雲夕飯と申します。使用人としても、また天使と戦う悪魔執事としても、私はまだまだ未熟で、ご迷惑をおかけすることも多いかと思います。ですが、必ずあなたの役に立ってみせます。かっこいい。皆さんに救っていただいたこの命、はい、決して無駄にはしないと、ここにお約束いたしましょう。主様、私の身も心もすべてあなたのもの。はい、何なりとお申し付けください。おいおい、身も心もってそこまで言うか。あらの、おや、私にとってはこれが普通ですけど。主君に仕えるものの心構えとして、至極当然のことを申したまで。そうですね。まあ、こんなにも心から全てを捧げたいと思ったのは主様が初めてですけど。もう俺にぞっこんじゃん。ありがとう。めちゃくちゃ照れるやつこれ。うん、花丸さん、私に何かおかしなことを言っていますか？へえ。いや、いいんじゃねえの、お前がそれでよければ。
ではよろしくお願いしますね、主様。よろしく、ユーホン。幸せでいて。翌日、俺はいつも通り自室で過ごしていた。え、おや、一体誰でしょうか。主様、今お時間よろしいですか。お、テリーが。この声はテリーさんですね。どうぞ入っていいよ。どうぞ。ガチャ。あれ、入ってきませんね。なんで。あ、ちょっと花丸さん、シャツが出てますよ。お、だらしないぞそれは。シャツ、はあ、この方がワイルドだろ。ワイルドで色気のある男だからな。俺は多分これ新しい塩ビ服に袖を通している。もうふざけるのはやめてくださいよ。メリアンさんに身なりは清潔にするように言われたでしょ。おやおや、その通り。不潔はダメですよ花丸さん。不潔とか言われてんだけど。不潔って、俺はそこまで言ってませんよ。とにかく、はい、これで OK です。世話の焼ける人ですね。何か揉めてるようですね。うん、そうだね。うん、あの、おお、いいね。失礼します、主様。おお、花丸、胸は相変わらずちょっと出てる。でもなんかチャラくなくなった。ちょっと落ち着いた。はい、あ、夕飯もいい感じ。失礼いたします。ウィス、なんか髪、あの縛ってるのが後ろに行って可愛い感じになってんだが。え、皆さん、その格好は。おう、塩ビ服に着替えてみたんだ。やっぱり主様には一番に見ていただきたくて。お、可愛いかよお前ら。いかがでしょうか。似合っていますか。似合ってる、似合ってるけど、けど、うわ、ニューハンさん、その髪どうしたんですか。あ、言ってる髪後ろに回したんじゃなくて切ったってこと。あ、そういうこと。昨日と髪型が変わってますよね。はい、見た目の印象を変えるために髪を切ったんです。一体どうして。過去との決別ってやつ、いや、噛んだ。過去との決別ってやつか。サルディス家では私はすでに死んだ人間です。私が生きていることが彼らにバレてしまってはいけませんから。少しでも印象を変える必要があったんですよ。そうなんだ。確かにバレたらまずいよね。そうなんだ。ですが、髪切っちゃってよかったんですか。特徴的な三つ編みもなくなってしまってますし。はい、いえいえ、全く気にしていませんよ。特にこだわりがあったわけではありませんし。そうですね、そもそも軍人の頃は髪型を変えるなんて考えたこともありませんでしたからね。むしろ新しい自分に生まれ変わった気がして嬉しいです。なるほど、そうですか。ニューハンさん、とてもよく似合ってますよ。ありがとうございます。お、また誰か。え、あれ、またどなたか来ましたね。どうぞ。誰、主様。もうローム、失礼します。主様、ちょっと話が。って、夕飯たち来てたんだな。お披露目会してたよ、はい、ええ、主様に塩ビ服姿をお見せしたいと思いまして。へえ、めっちゃ似合ってるな。あ、さすがフルーレだわ。いい衣装を作るな、天才。本当そうですね、フルーレさんは天才です。ところでノノ、話って、なんか重要な話。あ、そうだ、なになに。本当は夕飯たちには内緒にしたかったんですけど、せっかくこうして仲間が増えたことですし。今夜は屋敷でパーティーを開きませんか。おお、パーティー。はい、執事のためにパーティーを開きたいなんて、主様に提案するのはどうかと思ったんですけど。大丈夫、主様そういうの大歓迎。やっぱり俺、こういう機会を大切にしたいんですよね。俺たちは仲間であり家族みたいな関係なんだって。これから一緒に戦っていくみんなと結束を強めていきたいっていうか。俺はいいと思うよ、もう大賛成だが。本当ですか。やろうよパーティー、みんなと楽しいパーティーがしたいな。やろうよパーティー。ありがとうございます。
そうと決まれば早く準備しねえとな。よし。よし、最高にうまい飯作ってパーティーを盛り上げないと。はい。これロノが一番大変だよな。いつもありがとな。俺他の執事にも伝えてきます。まあでもバスティンもなんだかんだ手伝うもんな。ありがとうロノ。あ、間違えた。まあいいか。そういうことなんで3人とも今夜は楽しみにしててくださいね。はい。ああ、それじゃあ俺はこれで。主様、失礼します。バイバイ。行ってしまいました。ふん。相変わらずロノは元気なやつだな。おう、あいつがいると周りが明るくなる。確かに。ロノさんのそういうところ素敵だと思います。あの主様、本当に私たちのためにパーティーを開いていただいてよろしいのですか？全然 OK だよ。え？ほら、もうすっとんきょな声上げちゃったよ。私たちは主様に仕える使用人です。主従関係においてそのような行為は失礼に当たるのではないでしょうか？俺は気にしてないよ。本当に何にも気にならん。うん。そうですか。夕飯？なんかあった？すみません。今まで生きていた環境とあまりに違いすぎて少し困惑してしまいました。まあサルディス家は確かにな。俺はみんなに幸せでいてほしいんだ。うわあ、器でっけえ主様。主様。幸せでいてほしいか。なるほどね。こりゃ執事たちもこぞって慕うわけだわ。そうですね。まあでもこっちもだいぶ尽くしてもらってっけどな。なんか大した見返りあんまあげれてない気もするが、主様は俺たちのことを大切に思ってくださっているんですね。こんなに優しくて温かい人、俺初めて出会ったかもしれない。それは言い過ぎだよ。はい、本当にそう思います。嘘じゃありませんよ主様。こんなに素敵な主様、世界中探してもどこにもいません。ベタ褒めじゃん。そうだな。それは確かに言えてるかもな。ああ、これから主様のことを知るのがもっと楽しみになってきた。そうですね。主様。俺も主様のこと、もっともっと知りたいです。照れちゃってる照れちゃってる。つうわけで俺たち3人、主様、デビズパレス別邸組をこれからよろしく頼むな、主様。カン。これエンディングですね。ちょいお待ち。はいはいはい、第12話少しずつ始まったよ。その日の夜、3人の執事を迎えた記念パーティーの最中、俺とムーは執事たちの輪に入り会話を楽しんでいた。主様、パーティーは楽しんでますか？だいぶ。うん。はい、今夜は美味しい料理をたくさん用意してるんで。いいな、俺もロノの手料理食いてえな。好きなだけ食べてくださいね。ありがとうロノ。あ、これ美味しい。何食べたの？だろう。テディさんも遠慮せずじゃんじゃん食べてくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。テディも料理できるようにならんとな。どうしたんです？緊張してるんですか？え、あ、いや、そのそういうわけじゃなくて、ロノさんと話していると少し違和感があるというか。違和感？どういうこと？違和感？どうしてロノさんは俺に敬語を使うんですか？俺の方が執事としては後輩の立場なのに。確かに少し気になってた。なんか訳あり？ああ、それはデビルズパレスがそういうルールだからですよ。どういうこと？目上の人かどうかは執事になった時の年齢で判断してるんで、はい、それがシンプルで楽なんですよ。ああ、ロノ的なルールってことでいいのか？あ、なるほど。俺はテディさんは25歳で、俺は22歳で悪魔執事になったんで、まあ、22で悪魔執事になるってのも結構なことだと思うけど、どうなんだろうか。まあ、実際の年齢はもっと違うんだろうけどね。テディさんは俺の目上の存在ってことですね。だからテディさんは俺にタメ口でいいですよ。でもいいんですか？それに俺は別に構いませんよ。まあここの、間違えた、このルールはふんわりとしたものなんで、ぶっちゃけ好きなようにしていいです。ああ、
まあ、とりあえずけじめをつけるために的な感じなんだろうな。俺だって基本ハウレスにタメ口だし、バスティンなんて目上の執事に対しては名前だけさん付けで会話の中ではほとんど敬語を使ってませんから、はい、まあバスティンらしい。とにかくテリーさんの好きなようにしてくれでいいですよ。足りなかった今そうですか。これはさっきからずっと思ってたんですけど、テリーさんがかしこまってるとなんか緊張してそうに見えて違和感があるっていうか、こっちも気を使っちゃうんですよね。なるほどな。ロノの敬語を取るためにはまずテリーが打ち解けないといけないと。マジで気にしてないんで全然タメ口で話していいですからその方が早く打ち解ける気がするしロノさん、うん、じゃあそうさせてもらおうかな。お出てきてるね、いい感じに。これからよろしくね。ロノくん。はいはい、こちらこそ。あれあれ、花丸君来た。なんかロノとテディちゃんが仲良くなってんじゃん。すぐ茶化しに来るんだから。ほらほら、俺も混ぜてくれよ。あ、ちょ、花丸さん、急に肩に腕を回さないでください。もしかしてお酒飲んでます？なんだってちょっとだけな。ちょっとどころではないでしょ。花丸さん、一人でワインを一本開けておいてよくちょっとだけなんて言えますね。めちゃくちゃ執事ライフ楽しんでません？申し訳ございません。主様、お見苦しいものを見せてしまい申し訳ありません。お見苦しいものとか言われてるんですけど。うん、気にしてないよ。テディちゃん。それでテディちゃんは何の話をしてたの？それは。そしてテディは二人にさっき話したことを説明した。なるほどね。つまり基本的には自由にしていいってことだな。俺は。じゃあ俺も好きにさせてもらいますかね。年下の方に絶対に敬語を使ってはいけないというわけではないみたいですし、私は皆さんに敬語を使いたいと思いますの夕飯らしい。あ、一応ですけどロノさんは私に敬語は使わなくて結構ですからね。もうここ友達枠だよな。もうそのつもりだよ。だね。今さら夕飯と敬語で話すなんて違和感があるからな。そうですね。みんな少しずつ打ち解けてきたね。ね、なんか一安心。マクマ執事みんな強要っつうか、器でっけえからな、はい。簡単に受け入れてもらえる。まあ、お互いに遠慮することもあると思いますけど。仲間同士、少しずつ絆を深めていけたらいいなって思います。まあ、時が解決してくれるってやつだな。そうだね。って、ずっと話してばかりじゃ料理が冷めちゃいますね。主様。温かいうちにどんどん召し上がってください。ありがとう。ご飯ご飯、魔鳥石20個ゲット。第13話、全員が平等に。それからしばらくしてパーティーもだんだん盛り上がってきて、執事たちはそれぞれ話に花を咲かせている。俺とムーはハウレスたちのそばで話を聞いていた。え？ハウレスさんって300歳超えてるんですか？そうやで。ああ、実はな。はそれじゃあもしかして300年以上前にいたグロバナー家の伝説の憲兵って。ふむ。自分で言うのは恥ずかしいが、おそらく俺のことだろう。うわー、本当だったじゃん。当時クリフォードという姓の憲兵は俺しかいなかったからな。そうだったんですね。だけど。でもどうしてあの時は知らないってはぐらかしたんですか？俺たちが不老であることはあえて口外しないようにしているんだ。やはり年を取らないなんて普通ではないし、まあ、確かにな。で300歳だしな。今以上に人々から怖がられてしまうかもしれないからな。そうなんですね。まあもちろん中には気づいている人もいるだろうが、まあ、ずっと顔合わせてればそれはな。テリーたちも口外しないように気をつけるんだぞ。はい、わかりました。うん、それにしても何とも不思議な感覚ですね。悪魔と契約をしたとはいえ、体の中で
大きく何かが変わった様子はありません。ですが、でも私の体はもうこれ以上老いることはないというのですよね。つまり俺たちは人間じゃなくなったってわけだ。ずっと長いこと生きていたらいつか自分の年齢なんて忘れてしまいそう。それはその通りだな。実際俺が今何歳なのかも正直わからない。まあもう気にしなくなるよな絶対。そうだ、フェネスとボスキは覚えてるか？覚えてない。もう覚えてないね。年なんて気にしたこともねえよ。まあな、年取らないつうか老けないんだったらもう気になんないよな。やっぱり覚えられなくなりますよね。ちなみに俺とフェネスはテディみたいに同じ日に悪魔羊になったんだ。そうなんだ。それで確かその後すぐボスキも悪魔羊になって、同期組だね。俺たち3人とも28歳で悪魔羊になったから、おそらく同い年なんだと思う。そうなんだ。それでこんな仲良しなんだね。はい、こうしてはっきりと主様にお伝えしたのは初めてですよね。うん、そうだね。うん、正直ずっと気になってた。うん、なんとなく仲いいよなとは思ってた。なんだか年齢の話をするのは随分と久しぶりだね。あれから300年か。いろいろあったな。そうだね。そういえば皆さん誕生日とかはどうされているんですか？あるの誕生日？もう忘れてるんじゃねえか。みんなの誕生日そういえば知らない。あ、でもプロフィールで出てるな、みんな。そういえば、誕生日？そういえば悪魔羊になってから一度も祝ってないな。お、祝う？これもしかして誕生日システム解放か何か？確かにそうかも。まあ天使との戦いでそれどころではなかったしね。そうなんだ。そもそも羊の誕生日を祝うって習慣がここにはないな。どうして？さあな、気にしたこともないからわからねえが、俺がここに来た時からそういう感じだった。まあ、ひたすら主様に、主様、国のため世界のため尽くし続けろってことだったんかな。主様が俺たちの誕生日を？誰か来た。おや、皆さん何の話をしていらっしゃるんですか？ベリアンさん、今羊たちの誕生日を話していたんですよ。主様が俺たちの誕生日を祝いたいって言ってくださって。なるほど、そうでしたか。どうした？何これ誕生日するの結構危険なこと？すみません。何でもございません。ありがとうございます。とても素敵なご提案をありがとうございます。主様にそう言っていただけて大変光栄です。ベリアンさん、さっき羊さんたちの誕生日を祝う習慣がないって聞いたんですが、何か理由があるんですか？ありそうじゃね。それは羊の皆さんを平等にするためですね。どういうこと？平等に？なんで誕生日だってみんな平等にあるぜ。はい、羊の中には自分の誕生日がわからない方もいらっしゃいますから。誕生日がわからないって、なんかこう家庭の事情っていうか、なんていうか、ここにいる方々は生まれた時代も環境もそれぞれ違いますからね。いろいろな事情を抱えている方も少なくないのです。なので誕生日がわかる人だけ祝うくらいなら皆さん平等に祝わない方がいいかと思いまして。そうだったんですね。ですが、優しさだったか。ですが主様が祝いたいとおっしゃってくださるなら何か考えたいですね。みんな誕生日一緒にする？誕生日を平等にか。その人が生まれた日だからな。適当に誕生日を決めるのは何か違う気もする。確かにな。生まれた日、新たな命、人生の始まり。悪魔羊になった日か。人生の始まり。そうです。悪魔羊になった日を誕生日とするのはどうでしょう。
お、ってことはハウレスか。誕生日一緒になるね、フェネスと。悪魔執事になった日？うん。フェネス、ボスキ、ハウレス、めちゃくちゃ誕生日近くなりそう。執事の誕生日。なるほど。つまり悪魔との契約を終えて正式に執事になった日ってことですか？はい。悪魔執事になった日は新たな人生の始まりでもあります。誕生日の意味とも通じる部分がありますし、これなら全員平等です。うん、確かに。うん、でも悪魔執事になった日なんて覚えてないですよ。それならご心配なく。少々お待ちください。ちゃんとまとめてあるっぽいね。そう言うとベリアンは部屋を出て行った。おかえり。数分後、ベリアンはとある手帳を持って戻ってきた。お待たせしました。その手帳は？あれ、お世辞な。あの、これは私が昔からつけている手帳の一つです。そうなの？ここには執事の皆さんがいつ悪魔執事になったのか記録されています。優秀。例えばハウレス君とフェネス君は、ペラ、なんか双子的立ち位置になるね、はい、誕生日が5月10日に執事になったと書かれていますね。ボスキ君は、ボスキキュンって言っちゃった。10月20日です。あれ、結構開いてるな。ベリアンさん、よくそんなことまで記録してましたね。執事になってくださった皆さんのことは全員覚えていたくて。そうですね、個人的に記録をつけていたんです。主様、まあ、今までじゃあ出会ったり別れたりした執事たちの誕生日全部書いてあるんだな。こちらの日を誕生日とするのはいかがでしょうか？いいと思う。みんな平等でいいと思う。ありがとうございます。ではアウレス君たちはいかがですか？はい、俺は構いません。うん、誰も反対する執事はいないんじゃねえか？そうだね。むしろ主様に祝ってもらえるって聞いたらみんな喜びそう。では私たちの誕生日はそういうことで。ん？じゃあ俺たち3人は昨日が新しい誕生日になるってこと？そうなりますかね。あの、ちなみにテリーさんたちは誕生日はご存知です、ご存知ですよね？はい、まあ、そっちに設定してもいいけど的な。はい。おう。でしたら皆さんは無理に合わせる必要はありません。そうですね、元からいる執事は一緒に過ごしてきた時間が長いので平等にしたいと思いますが。はい。新しく入られた皆さんは自分の誕生日をお祝いとすることにしましょう。ふう。俺はどっちでもいいから任せるよ。テリーさん、私も花丸さんと同意見です。テリーさん決めていいですよ。なんかテリーがまとめ役になってる、いつの間にか。うん、じゃあ俺たちは自分の誕生日にしましょう。わかりました。じゃあ僕の誕生日は、あ、主様と一緒になる？てか主様と一緒に来た日になる？主様？主様が屋敷にいらっしゃった日ですね。すげえいいじゃん、それ記念日じゃん、もう。うん？主様が屋敷にいらっしゃった日？僕どうやら空から降ってきたらしいんですけど、ラピュタ。ここに来るまでの記憶が全然なくて、記憶喪失なんですね。そうみたいです。はい。だから僕も執事になった日を誕生日にします。ちょうど主様が屋敷に来た日と同じでしたよね。ね、主様。そうだったね。かわいい猫ちゃん。ちょうど皆さんも集まっていますし、誕生日のことを皆さんにお伝えしましょう。そうしよう。うん、そうしよう。しばらくして、お、何か起きそうな予感。メリアンは執事たちにこれまでの経緯を伝えた。ふむ、つまり私に誕生日ができるんですね。誕生日か。自分が祝われるのは生まれて初めてかもな。
皆さん嬉しそうな反応ですね。主様、よかったよかった。そうだね、よかった、そうだね。では皆さんの誕生日を1月から順に発表していきたいと思います。フルーレ君、1月31日フルーレ君。バスティン君、2月19日バスティン君。はい。3月5日私です、ベリアン。アモン君。そして4月14日アモン君。4月24日花丸さん。5月10日は2人同時でハウレス君とフェネス君、双子だ。ナック君。6月2日ナック君。ロノ君。7月23日ロノ君。ラムリ君。8月3日ラムリ君。8月28日ユーハンさん。ラト君。9月29日がラト。みんな覚えられる？これ絶対覚えきれない。ボスキ君。10月20日ボスキ君。あ、ボスキショヤンと誕生日近い。あれ、ルカスさん。11月13日ルカスさん。11月26日テリーさん。宮地さん。12月4日が宮地さん。ムーちゃん。最後にムーちゃんは主様がいらっしゃった日と同じです。これからは毎年皆さんでお祝いしていきましょう。ベリアンの言葉を聞いてみんな優しい笑顔を浮かべた。執事たちはいつも俺のことを支えてくれる。本当に優しくて素敵な人たちばかりだ。だからこそ彼らには幸せでいてほしい。みんなの誕生日は盛大にお祝いしよう。俺はそう心に決めた。もうなんかすごいハッピーエンドな感じなんだけど、もうこれ以上なんか不幸なこととか起こんのかな。なんか何も起きなさそう。クローズ。もうこれでハッピーエンドなんじゃない？もう天使どころじゃねえよこれ。もうハッピーエンドで物語終了だ。ということで悪魔執事と黒い猫、一旦ここまでとさせていただきます。なんかすごい幸せハッピーエンドな感じでしたね。まあ、夕飯の絶望とかがかなりねシアン心に来ましたけども、なかなかかわいそうだったな。テリーも辛そうだし花丸も辛そうだったけど、夕飯はもうバチバチにきつそうな気がした。はい、ということで、まあ、一旦ここまでとさせていただきます。また次回はゲームのストーリー更新され次第また実況させていただきますね。それではシュウヤンでした。またね。